崖っぷち大学生さん、ありがとうございます。はい、聞いてみたいことの中で、まあ、マドリアカに関してはお金がないと。はい、お金は作るものです。頑張りましょう。学論ありますよ、学論。いや、学論でスロット、まあ結構、まあいいや。学論で金借りてスロットで打ってる人いっぱいいるじゃないですか。それに比べるとね、いいと思うんですけどね、ドリアカ。ね、あのスロットをするために学論借りて、また吸って、また学論回ってみたいな大学生いっぱいいますよ。それに比べると自己投資して自分の成長、人生変えるためのお金を借りるっていう。まあ、だ会社も大きくするとき、事業投資、事業融資ですよね。銀行から融資もらってますからね。借金ですから。事業融資という名前の借金ですけどね。だそうやって会社を大きくしていくんで。で、そうですよね。大丈夫ですかね、ここは。会社で、まあ、ソフトバンクなんかやばいですよ。めちゃめちゃ借り入れしてますからね。めっちゃ借り入れしてますよ。鬼のように。だ孫さんがビジョン語って、俺はこんなことやりたいんだっつって、お金めっちゃ借りてるんですよ。で、そうやってでかくしてます。まあそういう仕組みなんで、だそれを借金と思うのか融資と思うのか、なんか投資と思うのか、それは人それぞれですよ。うん、まあそれは人それぞれなんで、はい、で、聞きたいことですね、継続できる理由ですね。はい、継続できる理由は、給料がないからです。てか継続できる理由というか、継続しないとダメでしょみたいな。お金天から降ってこないですから、僕給料ないんで、はい、会社から給料ないです、はい、だからまあもう本当にシンプルに言うと、めちゃくちゃシンプルに言うと給料ないから、うん、でこれを言うならば、じゃあなんで嫌な会社に何十年働けるんですかって、なんで継続できるんですかって話じゃないですか。だから僕のお客さんで会社辞めたいんですよってめっちゃいますけど、会社辞めたいと思ってる仕事を辞めずにずっと継続してるんですよ。どうすか、辞めたいと思ってる会社をずっと継続してるんですよ。なんで継続できるんですか、辞めたいと思ってるのにって話じゃないですか。え、辞めたいと思ってるのになんで継続できてるんですかっていう。なんで毎日朝早く起きてるんですかみたいな、辞めたいと思ってるのに。まあシンプルに言うとそうですね。まあ他にもいっぱいありますよね。まあ話したらキリがないんで、シンプルはそれです。めちゃくちゃシンプルです。難しく考えなくていいんですよ。シンプルです。シンプル。うん。あとは、月収30万を稼ぎ続けるには、吉谷さんは何をするのかお聞きしたいです。はい、月収30万を稼ぎ続けるには、吉谷さんは何をするのかお聞きしたいです。コンテンツビジネスですね。はい、僕はもう、現行でコンテンツビジネスをやってるんで、まあ、ドリアカで教えてるコンテンツビジネスをやれば、月収30万は絶対いきます。で、あとは僕は最終的に YouTuber になろうと思ってるんで、例えばチャンネル登録者数が10万、20万、100万になったら、もう広告収入だけで余裕で30万いくでしょう。だから僕の仕事が動画をアップロードするだけになります、今度は。はい、今現状としてコンテンツ販売してる理由は、その YouTube の広告収入だけで飯食えないので、だからコンテンツ販売していきます。もちろんドリームアカデミアのサポートだったりとかね、コンテンツは、提供してきますけれども、その今そのガンガンセールスしたりとかするじゃないですか。それは何でかっていうと、 YouTuber になりたいけども慣れてないので、うん、それで飯食えてないんでコンテンツを売ってるっていう、ただそれだけです。だからそれが広告アフィリエイトで稼ごうが自分のコンテンツ売ろうがどっちでもいいわけじゃないですか。うん、そう、まあそんな感じですね。だから僕はもう最初の段階はコンテンツビジネスをやるべきかなと。なぜならば、アクセスが集まんないわけじゃないですか。アクセスが。で、その中で売り上げ作っていく。っていう場合は、コンテンツビジネスした方が、現実的に月収30万いきやすいです。もちろん転売とかはありますよ。うん。実際昨日あった塾生さんはカメラ転売だけで、なんだ、50万から100万、2年半ずっと稼ぎ続けてます。カメラ転売で脱サラしました。なんか別にカメラ転売でもいいと思います。まあ、そのカメラ転売以外にもいろんな転売ありますけども、うん。いや、なんでもいいと思います。まあ、結局、その稼ぎ続けるって何かっていうと、その道のプロになれば何でも稼げるんですよ。申し上げますね。その道のプロには FX でも株でも不動産投資でも何でもいいんですけど、ね、転売でも。その道のプロになれば稼ぎ続けられますよ。だってプロが月収30万っておかしくないですか。ほとんどの人は何で稼ぐんじゃないですよ。その道のプロになる、終了。
プロが月収30万っておかしくないですか、僕からすると。その道のプロフェッショナルになりましょう。プロフェッショナルの流儀みたいな NHK でありますけどね、プロフェッショナル流儀みたいな。だからプロ目指せばいいんですよ。ほとんどの人は初心者でもできる方法を探すんですけどね、ほとんどの人は初心者でもできる方法を探すわけですよ、じゃないです。プロになるためにどうすればいいですか。プロになるためにはドリルから入りましょうそんな感じですね。プロになるために努力するんです。スキルをつけるんです。僕は少なくとも YouTube やってる理由の、まあ、もう一つの理由としては、いろんな理由ありますけど、もう一つの理由としてはトークスキルのプロになるってこと、トークをして人を魅了させる、これは一生飯食っていけるスキルだから。なぜならば、社長とか、学校の校長先生とか、人前でスティーブ・ジョブズとか、まあ、YouTube でまだアップロードされて何百万回再生されてますけど、収入が高い人って人前でスピーチするじゃないですか。さらに言うと、まあ、そのアメリカの大統領選挙とかも演説ですよね、スピーチ。あとは日本のトップを決める時とかも選挙とかも全部演説スピーチじゃないですか。つまり日本のルールを決める人を決める時、日本の政治とかルールを決める時に何やってるのかっていう演説スピーチなんですよ。投票してくださいっていう。だから国すら変えられるんですよ、トークができればって話じゃないですか。まあもちろんね、その政治の話するとちょっといろんなあの、なんかその裏事情もあるんで一概には言えないですけど、うん、だからまあそうやってその稼ぐためにスキルを身につけていくっていう、その道のプロになっていく。僕はネットビジネスをやる上で、文章を書くスキルと、トークスキルがあれば、文章を書くスキルとトークスキルで、あとはこのそのスキルをネットに絡ませたら最強だと思ってるんで、だからやってます、はい、そうですね。あと初心者が実績がない状態でメルマガアフィリエイトをすることについて吉谷さんの見解を教えていただきたいです。なるほど。まあ初心者でアフィリエイトしていいのかって話ですよね。じゃあ僕逆に質問したいんですけど、じゃあ初心者の人が美味しいラーメン屋さん紹介するのはダメですか。ラーメン屋のプロじゃない、ラーメン屋の雑誌を出してない、なんかラーメンテレビチャンピオンでラーメン王になってない、そんな初心者が友達にこのお店めっちゃうまかったぜっていうラーメンの紹介するのはダメですかっていう質問に対してどう答えます。結論 OK じゃないですか。何がいけないんだって。初心者であろうがプロであろうが別に紹介すること、アフリートって紹介じゃないですか。うん、関係ないですよね。いいものを紹介すればいいだけじゃないですか。自分がいいなと思ったものを紹介すればいいだけなんで、自分が美味しいと思ったものを紹介すればいいだけじゃないですか。自分が見た映画面白かったなと思うものを紹介すればいいじゃないですか。すげえシンプルじゃないですか。なんかこれも概念がありますね、多分。だからそういう固定概念を外していかないとなかなか難しいと思いますよ。固定概念外していきましょう。これ固定概念がありすぎですね。じゃないと、これからの、人生一人でやっていくっては難しいです、この概念だとサラリーマンで働くしかないですよ、これ一般的な考え方ですから、まあ、僕ももう何万人も今も今月も100人ぐらいアンケート取ってますけど、もう一般的な稼げない人の考え方です、まあ、ちょっと強めに言いますけど、この考え方は稼げない人の考え方です。だから これでお金稼いでいくんだったらサラリーマンやるしかないです。自分で稼ぐっていうのは一般的な考え方を離脱しないとダメなんで、自分で稼ぐってこと、ですね。はい、ということで、まあ、プレゼントの方もメールで、記載してますので、そちら参考にしていただいて、なんか得るものがあると思いますので、あ、チョコさんの話いいですね。チョコさんの話ぜひ聞いてみてください。セミナーの終わりにゲストでチョコさんの話聞けるんで、ぜひ聞いてみてください。ではありがとうございます。